池袋で日本酒オフ会とボリューム6の3本目上山でん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 。さ、だいぶね2杯飲んだだけなのにだいぶ回ってきて、今眠くてしょうがないです。トミシャさん、もうお布団あったらすぐ寝たいって。すぐ寝ます。ありがとうございます。おい、お願いします。よいしょ、ちょっとだけですよ。よいしょって言いながらお前結構入れてるからね。いや、もうお父さんなくなっちゃうから。ありがとうございます。ゆうやさんは、ゆうやさんどうですか。来ました、来ました。ボトルが一気に爽やかな色合いになったので、きっとお味も爽やかだと。私は少なめで、少なめで、はい。どうですか。ありがとうございます。はい、いくよ。はい、乾杯。すっきり辛口な感じじゃないこれ。冷えてると美味しい、これ、うん、季節限定品って書いてある、うん、だってこのオフはこの時期じゃないと飲めないお酒ですから。この定山が原達の季節限定なんですか。じゃないですか。じゃない、そうそう、うまい、うまいねー。んで、これお惣菜さんがどこだっけ。チャンタイフ、チャンタイフ見えるかな、こんな感じかな。いや、もうゆうやさんのチョイスが美味しいんだこれ。あ、うん、好きなものしか買ってませんの、これエビマヨ。エビマヨ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 、エビマヨですよ。どうした、美味しい。私も食べたい。どうぞ。食べてる間ちょっと眠いトークしてください。眠い。うまい、おいしいですね。ありがとうございます。うん、うまいね、うん、この爽やかなね辛口に、うん、合うんですわ、うん、マヨネーズが、うん、うん、合う。あーめうめ。お父さんもうほんと眠いでしょ。はい、眠くて気持ちいいです。気持ちいい。撮影なんかしてる場合じゃないです。まあ3本目ですね、あと2本ぐらいありますんでね。じゃあこの説明を早く食い、食って食って早く。マックオッケー、食った食った食った、まだ。じゃあハッピーターンね。道玄坂カフェやってる時にはね、もう一人の店長がハッピーターン大好きだったんです。なんかたまに食べたくなりますよね。うん、うん、うめー、うめー、うめー、たまらん。ハッピーターンうめー、やべまいでしょ。いやこのね、カメラの後ろでもね盛り上がってもらってるのかな。な、うん、なんかね、親身に話してる。しっぽりやってます。はい、はい、じゃあ紹介、じゃあお願いします。はい、と2本、3本目になりましたけども、爽やかなボトルになりました。定山、うん、これタイかな、もうちょっと見えないかもしれないんですけどね、タイが、こっちか、波間にザブンと、ここ、ね、あ、ここでそれ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 、波間にザブンってしてるんですよ、うん、で、季節限定品、うん、夏のお酒ってことでお間違いないのかな。うんうん、はい、どうした。アルコール分は16度以上、17度未満。あ、普通ですね。はい、さっきよりちょっと低めで、うん、精米保護率50% ですかね。ほう、かけ前 60%、 うん、うん、で、冷蔵庫または、あ、これ保存方法ですね。でも冷えてた方が美味しいですね。そうです、全然飲みやすくなりましたもんね、うん、はい、もう口当たり爽やかで、うん、後味ちょっと辛口なので、うん、もう冷やしていただいた方が全然美味しいです。玄達さん、
カルちゃん的には片手5本で表してください。はい、好き度数多い方が好きということで、あ、何本でしょうか。そうですね、一番最初が4だったのでごめんなさい、それにも到達せず3。おや、到達せずですか。はい、おや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 、ちょっと飲み始めが物足りない気が日本酒好きみたいなこと言ってありますよ、この娘子は。ちょっと言っちゃった。なるほど、わかりました。でもね、実際にね、ビールとかだとお腹いっぱいになっちゃうから日本酒を飲みやすくて好きです。おお、いいっすね、色っぽいじゃないですか。いやん。じゃあ君のリクエストでこの CD、はい、再度登場でございます。じゃじゃん、反射しちゃった。松並里奈さんのアディクトかな、うん、です。しっとりとまた大人なバラード、うん、になっております。この方ね、ライブで直接歌を聴いた時もすごい上手い方でしたよ。あー、やっぱり大田がね、うん、結構ね、アニソンとかもカバーして歌ったりする方なので、パワフルな歌声だったし、すごい楽しかったです。うんうん、そうですね、ちょっとなんていうか安定感のある声が本当に好きで、うんうん、都内関係でね、結構活躍っていうか活動されてる方なので、どっかのライブで実際に聴いてもらえるといいかなとかと思います。今なんかね、500枚販売できたらどう録音みたいなこと、なんかキャンペーンやってたような気がすんだよな。なんだっけ。何でしたっけ。500枚販売すると次の CD 出せるんだっけかな、なんかよくはないですけど、お、なんかやってた気がするんですよ。でも個人ノルマじゃないですか。うん、はい、目鼻立ちもはっきりとした美人さんでいらっしゃいます。はい、はい、なかなかいい感じでございました。はい、普通にヤフーとかで検索してもトップに普通にツイッター出てくる。おう、はい、松並里奈さん。おい、リンクの方もね、あの動画の説明文のところにちゃんとやっておきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。カルさん、自分の活動の方の紹介もお願いします。はい、私、カタカナ3文字でカロルと言います。と、社会人劇団、劇団つなぐさんの方でお世話になっております。主に演劇、朗読、ワークショップ、あとは、まあ、そうですね、いろいろ活動してます。代表の斉藤隆之さんは、とっても声が大きい人で、もう声量お化けの人です。読み読みの方もね、いろいろやってくれててね、キレっぷりが最高です。そうですね、もうキレてる演技はもう本当に面白くて、会場もドッと笑いが飛び出ちゃうほど。普段は横浜で活動されてる方ですが、もう都内でもバリバリ活躍してる、個人としても実力のある方です。はい、もしちょっとでも気になったら、劇団つなぐのツイッターもしくはホームページからワークショップに出たいですだとか、あとは7月の下旬27、28日に舞台公演やりますので、そちらもチラッとだけでもいいので見に来ていただけると、劇団つなぐのいろいろがわかるかと思います。はい、そんな感じでよろしいですか。はい、大丈夫です。わかりました。ではでは、3本しか獲得できませんけど、個人的なね、これ考え方なので、皆さん十分の評価あると思いますので、ぜひぜひ日本酒楽しんでいただきたいと思います。ではでは、画面に向かってぶつかりましたね。バイバイ。バイバイ。